経済学者。エリツイン時代前期に、ロシア最高会議議長を務めた。チェチェン人。経済学博士。1942年ソビエト連邦ロシア、連邦共和国のチェチェニン,ング支持地共和国の首都、グローズヌイに生まれる。1944年スターリンによる、チェチェン人の強制移住が実行されたが、ハズブラートフの家族もその対象となり、 家族全員がカザフスタンに強制移住させられた。ハズブラートフは14歳から働かざるを得ず、労働の合間に夜間学校で学んだ。1960年カザフ大学経済学部に入学。その後モスクワ大学法学部に移り、1967年に同大学を卒業した。この間、1966年にはソ連共産党に入党している。 1970年モスクワ大学大学院を修了し、経済学博士号を取得した。1970年からコムソモール中央委員会宣伝部に勤務。その後はソ連科学アカデミー社会科学情報研究所、高級学校問題研究所、プレハーノフ国民経済大学で学級生活を送る。エリツィンとは1987年から行動を共に、 している。1990年に、ロシア連邦共和国人民大議員に選出された。同年6月に最高会議第一副議長に選出されたが、これは、エリツインが、議会並びに、国内の少数民族の支持を得るために、ハズブラートフを選んだためである。1991年6月、ロシア大統領選挙で、エリツインが選出されると、9月に、 公認の最高会議議長に選出される。ソ連8月クーデターでは、エリツィンらと、ロシア最高会議ビルに立てこもり、クーデター側と対峙した。なお、この年には、共産党を離党している。ソ連崩壊後、エリツィン政権の下で、ハズブラートフの政治的位置は、次第に、反エリツィンに傾斜していった。経済改革をめぐり、エリツィン側近のエゴールガイダルや、 アナトリーチュバイスラ急進改革派と一線を隠すようになり、彼ら若手改革派をピンクのパンツを履いた坊やたちと揶揄していた。元来、ハズブラートフは政治家としては政治的力量は未熟であり、性格的にも敵対者に対決的に過ぎた。しかも、ハズブラートフは政治的野心を肥大化させ、最高会議内で、 旧共産党保守派などと提携して、エリツィン政権の急進改革路線に反対する発言者の役を演じるようになっていった。このような状況で1992年6月、自由ロシア人民党ロシア民主党、刷新の中道三派は、政治ブロック、市民同盟を結成し議会内で一大勢力を築き、エリツィン政権の急進改革派を辞任に追い込んだ。 ハズブラートフは、ルツコイともに、反エリツィンの立場で提携し、エリツィンとロシア議会の対立は激化していった。ハズブラートフとエリツィンの対立を決定的にしたのが、1993年9月の彼のテレビ発言だった。大統領は手にできない。どうしようもない度に百姓だ。これさえあれば、あいつはどんな大統領令にも署名する。 このハズブラートフの発言は、エリツンの激凛に触れ、9月21日に訪日を直前に控えた。彼は、大統領令1400号を交付。長方期的に、現行憲法を停止した上で、ロシア人民大議員大会及び最高会議を解散し、議会を中心とする反エリツン陣営の除去に、取り掛かった。ハズブラートフは、 最高会議の緊急会議を召集し、ルツコイに大統領全権を付与し、10月3日、最高会議ビルに立てこもって抵抗した。しかし、8月クルデターの再現とはならず、ゲンナジー・ブルブリスの指揮のもと、ロシア政府軍の圧倒的な攻撃により、10月4日、抵抗は失敗した。ルツコイ、ハズブラートフは逮捕され、レフォルトボ刑務所に収容された。 1994年ハズブラートフは、恩赦によって釈放され、故郷のチェチェンに戻る。1995年8月紛争調停にあたり、チェチェン独立派のドゥダーエフ大統領の退陣を求めた。ありがとうございます。